奉公衆は、室町幕府に整備された幕府官職の一つである。将軍直属の軍事力で、御家番に編成されたことから、番主、番方などと呼ばれた。番主とも、鎌倉時代の御所内番主の制度を継承するもので、一般御家人や児童とは区別された将軍に近似する御家人である。武行衆が、室町幕府の文官官僚であるとすれば、 奉公衆は、武漢官僚とも呼ぶべき存在であった。後年、豊臣秀吉も奉公衆の制度を設けている。奉公衆は平時には、御所内に設置された、番内などに出資し、有事には、将軍の軍事力として機能した。地方の御領所の管理を任されており、所領地の守護赴入や、単線の徴収や計済みなどの特権を与えられていた。 方公衆は、守護から自立した存在であったために守護大名の、両国形成の障害になる存在であったが、在国の方公衆の中には、現地の守護とも従属関係を有して、家中の新幕府派として行動する事例もあった。全員は有力御家人や足利氏の一門、有力守護大名や、地方の国人などから選ばれる。福田豊彦の分析によれば、 足利一門を呼び、守護大名家の所流根本悲観、内領と称される、足利将軍家の古くからの家臣、地方の有力黒人領主の三つの層に分けられると、される。また地域的には、大見国、美濃国、尾張国、三河国、摂津国や北陸、山陽、山陰の各地方の出身が多く、意外にも摂津以外の機内出身者は、 少ないなどの特徴があるとされる。番首には、金州番と、小袖番があった。室町幕府には出資金番を記録した番長があった。八大将軍、足利義政時代の奉公衆の編成を記す、五番長が現存しており、それによると奉公衆は五番編成で、各番の兵力は50人から100人。 総勢で300から400人ほどの人数で、各番が抱える若党や中間なども含めると、平均して5000から1万人規模の軍事力であったと考えられている。なお、鎌倉公房や小学房のもとにも方向集が編成されていたと言われている。所属する番は世襲で、強い連帯意識を持っていたとされ、応仁の乱などでは共同して行動している。ちなみに、 足利氏にとって、重要な拠点の一つとされていた、三河の方向集は40人を超えていたといい、国別で最多。室町時代の初期には、南朝や諸勢力の活動をはじめ、幕府内部でも有力守護の清掃が絶えず、天樹五年、攻略元年には、攻略の政変で完了、細川よ行が失脚している。そこで、三大将軍、足利義満は、 守護勢力に対抗するため、大間回りと呼ばれた、新栄体制日を始める。具体的な成立時期については研究者でも意見が分かれているが、戦国時代の王冠常京は完了。細川頼之の命で曽祖父の王冠指針が、番役についての注文を作成したと記していること。攻略の政変が起きる、前年の英和4年に、吉光が、 右大将に任せられたり、花の御所に移り住んだりして、敬語体制の強化をする事情が生じていることから、英和から英徳にかけてその原型ができ、王栄の初頭には後世に知られる形が整ったと見られている。彼らは、将軍直属の軍事力として、山梨が放棄した、明徳の乱や大内義弘が放棄した、王栄の乱などで活躍する。それでも四大将軍、 足利義持の頃にはまだ、畠山氏や大内氏の軍事力などに依存しており、六代将軍、足利義則は、義満の政策を踏襲して、さらに強権を目指した。九代将軍、足利義直は、文官である、武行衆とともに方向衆を制度として確立して、いくが、文明十七年の四月に発生した、武行衆と方向衆の構想に際して義直は、 一貫して奉公衆を支持したことで彼らの信望を集めていき、長六元年に、大江の六角高頼討伐を行った際には、奉公衆が将軍の親衛隊として活動している。大名と将軍の取り次ぎ役の申し継ぎ衆から取り立てられる例もあり、万所執事伊勢氏の一族であった伊勢政治も申し継ぎ衆から、吉直の奉公衆に加えられたとされている。 ただし、この時期の方向衆の強化の背景として、応仁の乱以降の混乱で、所領支配が困難になった、方向衆の中に帰国して戻ってこなかったものが多く、この欠員を補うために新規に方向衆を取り立てて、行かざるを得なかった事情もある。十大将軍足利義在は、炎徳三年に方向衆を率いて、再度の六角死討伐を行い、明王二年には、 河内の畑山吉豊を討伐するために出陣するが、出陣中に、官僚の細川正元が、将軍配立を行い、奉公衆の制度が事実上崩壊し、奉公衆は境外化していった。ただし、十一代将軍になった足利義隆も、亡命して、再起を図った前将軍、足利義財も、 自派の方向衆の建て直しに努めており、吉住を継いだ十二代将軍、足利義春の時代には両国に戻ったり没落した、守護大名の所留化に代わって、大立氏や佐々木流細川氏が、番頭になった形跡がある。十三代将軍、足利義輝が殺害された、永六の政変後、阿波から十四代将軍になった。 足利義秀には義種以来の奉公衆に加えて、義照の奉公衆だったものが加わる一方、越前に逃れた、足利義明の将軍擁立を図る、奉公衆もいた。義明は、織田信長の支援で十五代将軍になったが、義秀に味方した、奉公衆の多くは追放されたために、安見宗ふのように新たに奉公衆に取り立てたり、 奉公衆とは別に創設されていた足軽州の整備が図られた。天正元年、足利義明は織田信長によって京都から追放されるが、義明と行動を共にした奉公衆は全体の2割ほどであったと伝えられ、多くは信長に従ったとされる。また、そもそもの話として、 義明期の奉公衆に対する待遇の悪化と、信長が彼らの保護策を義明に求めたことも、対立の一因として考えられている。義明が京都から追放された後も、将軍職は解任されておらず、身分の称号としては存在し続けていたものの、制度としての奉公衆は、完全に崩壊し、その称号自体も義明が、 豊臣政権に従って、将軍職を正式に辞任したことで廃止されることになった。しかし、万の結束力は、硬さは幕府終末期まで続き、その後も、明智光秀の中心的な家臣として、石ヶ谷市、日田市、新志市など旧方向衆が参加している。杉山和也、室町幕府方向集桂山市、 室町幕府の東国政策 ISBN978 から4から784217397福田豊彦、室町幕府の方向集室町幕府と国人一期木下2018年 P128 から135木下2018年 P140 から141木下2018年 P135 から138、木下、2018年、P144 から150、木下、2018年、P150 から151、木下、2018年、P151 から152、木下、2018年、P152 から153。ありがとうございます。